34分ぐらいには。終わりにします。短め。今日も一日お疲れ様でした。アホ毛が見える。ギフトもありがとう。ハロウィンだね。風呂沸かしてる。明日早起きなんだよな。だから今日やるべきことを爆速で終了させたいんだけど、可能かな。湯船に浸かろうとしている時点で睡眠はもう削ってるんだけど、なんか声聞こえる。なんでや。なんで。うるせえ。なんで。誰。誰。ちょっと待って。いや。今これ声聞こえ、ミュートできてた？ iPad ミュートできるんだ。ミュートできてました。これ今からミュートするね。あー、今途切れたあーが聞こえた。あ、ミュートする。ごめん、配信途切れちゃった。まあノイズとかが聞こえなくなるから、前まで iPad の方はミュートできてなかった、使えなかったんだけど、アップデートしたのかな、私が勝手に。使えるようになって。使えるならいいや。よくはないけど。
そう、 iPad で配信してる。スマホはねもう充電が帰ってきた頃にはなくて、今もだから充電してるんだよね。湯船に持ち込むのだとしたらもっとちゃんと充電した方がいいな。この状態で寝てしまえるよ。iPad の充電はまあ今は別に大丈夫。目開けて寝る時か今こそ。いやマジでそれでもいけるよ。眩しいライト、目開けて寝ようかな。いきます。寝た。ちなみにまばたきをするたびにちょっとずつこう睡眠度が戻っていくのよ、うん、寝ながら話すのもやったんだよ私。逆で目を開けながら寝るか目を閉じながら喋るか、そうできますよ。寝ながら喋るというのもできますよ。目を閉じた状態、目開けた状態で寝るには喋れないんだけど、目を閉じた状態で寝た上で喋るのはね可能なんですよね。これ特別にねだいぶ休まってますからね、まあ、目からの情報がないっていうのもあるんですけど、マジで口をこうね、まあ、ちょっとこう脱力した状態でこうやって喋るだけだったら全然寝ながら、これ寝てます、ほぼこれマジでほぼ寝てる、寝言みたいな感じ。明日ねゲーム部なんですよ。急でしょね、急ですね。みはちゃんが来てくれます。卒業前ラストになるかな。何のゲームをやるんでしょうか。やば、目痛くなってきた。低気圧のね、低気圧を感じるので昨日今日と、だから鼻のこの辺がに痛いっていうか違和感が辛い。寝てるんだこれ。やばい、目開かない。
とした催眠術みたいなもんだからさ、これ目開かなくなった、やばい、目開けて、やばい、目が開かなくなった、マジでこれ催眠術みたいなもんだからさ、やばい、目が開かない、やばい、開かない、開かない、やばい、やばい、海岸か、やばい、行かない、くそ、コメントを見れねえ、開けた、開いた、あ、これさ嘘だと思うじゃん、割とガチなんだよね、手で開けないと、手で開けないと、ちなみにね眠くないんすよ今現状、実は、まあ、さっきまで眠いとか言ってたけど、それはあくまで体の疲労感からくる、このまま寝ようと思えばマジで寝れるぜっていう感じで、もうね眠くてしょうがないんです、本当にまぶたが閉じちゃいそうみたいな眠さは正直ないんですよ、一周回ってるね、そうそうそう、ただ体は疲れてるぜみたいな、なんかそういう感覚なんですけど、てか早く寝なきゃいけないっていう焦燥感というかだったんですけど、うん、いやマジ目開かなくなる、口も多分さ、私がさ口開けちゃダメよってあのってやったら多分お開きれなくなるんだろうな、あこれね、あの割とガチなんだよな、面白いのは、だから声が喋れなくなりますでも正直かかると思う、あ15分経過した、よし終わるわ、風呂入ってくる、13位ごもっとむさん、12位しんごさん、11位ゆきりん553、10位いぬくんさん、9位たむひろさん、8位げんごろうさん、7位突破球さん、6位日の日のさん、5位米沢二郎さん、4位むつきさん、3位しんいちさん、2位東郷さん、1位ひゅりげたさん、ありがとう。まあ私ね普段から結構自己催眠みたいなのはね常日頃かけてるようなもんなんで、生き方として、そう人生の生き方としてね常日頃自分のをこうであろうみたいな催眠をかけて生きてるに等しいので得意かもしれないね、メンタル的な感じで、
これ結構ね生き方としてはね割とそうね、割とでもマジで思ったよりかかって面白かった、うん、じゃあバイバイ、また明日おやすみ村ー。